のぞえまさのりのぞえまさのり11月20日から1981年11月2日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。佐賀県神崎軍出身。1910年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月不評少尉に任官した。1937年4月不評第46連帯留守隊長に就任し、 同年8月、不評大佐に昇進。同年9月、不評第55連隊長に発令され、日中戦争に出生。甲州湾上陸作戦、南京戦、関東作戦などに参戦した。1938年12月、陸軍と山が交換時に転じた。1939年8月、陸軍少将に進級し、第二独立守備隊長に発令され、 満州に赴任した。1941年3月、独立混成第7旅団長に発令され、中国戦線に出生。1942年7月、前橋陸軍予備士官学校長に転じた。1943年6月、陸軍中将に昇進し、第63師団長に親保され、北京の周辺警備を担当した。1945年3月9日、 西部軍管区司令部付けとなり、同年4月2日、予備役に編入された。翌日に招集され、久留米第一陸軍予備士官学校長に就任。同年8月27日、第303師団長に発令された。1981年11月、旧成人不全のため、大村市立病院で死去した。ありがとうございます。